はい、どうも、フメデオです。最新セレボの中で、はい、低スキル最強コイン稼ぎ積む使っていきたいと思います。はい。で、まあ皆さん分かってると思うんですけども、スキル1のイアン使っていきたいと思います。この積むは、まあ、スキチケとか、で育成する積むではないです。必要全くございません。スキル1もスキル6もそんな性能変わらないので、はい、そのままでいいと思います。はい。で、使い方としては、タイムボムは一切狙わないで、スキル連打ですね。この重ね掛けの下消去をひたすら狙っていくという感じで立ち回ります。はい。本当にそれだけですね。で、あとは毎積む繰り越しして、スキルゲージ繰り越しか。っていう感じなんですけども、まあ、くっそ久しぶりなんでどうなるかわかりませんけども、一発撮り2連続プレイやっていきたいと思います。まあ、平均5000はいきたい。一応6000出してる動画とかもあるんで、まあそちらもリンク貼っときますけども、まあこの動画で出してしまえば、もうそんなの関係ねえし。出していこう。なんかもうすでに無理でしょ、これ。全然発動までに時間かかっちゃって。はい。こんな感じで。重ね掛けしまくりですね。OK。これもう効果時間余ってたとしても、もうどんどん使ってきます。じゃないと効率悪いんで、下消去をたくさん使うことに意味があるので、そこはね、もう溜まったらすぐ使うというスタイルを忘れないでください。うわ、これ最高だね。いや、こういう時にでっかいの来るんだ。はい。OK、これもループするんじゃないかな。しなかったー。枚数も少ない。まあまあまあ。どんどん回しよう。どん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 。3つしかないけど、3つでも2倍になってるんで、こんな感じで割といけます。いや、これちょっとでかくないときつい。いや、ちっちゃくなっちゃったか。ギリ間に合ったー。やばい。なぞるとこない。なぞるとこないんだよ。3チェーンだけど、下に結構いるから、いいね。ループしますね。ごめんなさい。前積もいなくて今重ね掛けできませんでした。OK、完璧。どうこれ。5000はいけると思うんだけど。これもループ確定なんで。いや、フィーバー切れてよかったな。どう？あ、でも結構いってんじゃないですか。よし。で、これループすると。これもデカ積むがいいな。4チェーンだけど、OK。うそー、ごめんなさい。マイツムが最高。マジか。スキル発動できたと思ったんですけど、まあまあでもそれでも5000枚ですね。
6000もちょっと見えたかなぐらいでしたけど、発動がちょっと遅すぎましたね。はい、ということで、まあちょっと2プレイ目頑張ってみますけども、まあちょっとねやっぱりムラがありますね。毎粒の量で、まあ初動が結構辛かったり、発動数19がねちょっと重いんで、まああとはスキルの繰り越しがねうまくできなかったりとか、そういうところはねまあ多々あるんですけれども、まあその辺もですね、まあ平均すればそこまでかなと。ありがとうございます。どんどん重ね掛け、溜まったらどんどん重ね掛け。あぶねー、多分これでもループするんじゃないかな。ですよね。それで、はい、いい感じです。6000いけそうですね。やばい6000いきそうな時にスキルゲージ繰り越しできんかった。うん、集中。オッケー。こんな感じでもうどんどん回します。まあ毎粒が少ない。これ大きくなってくれ。いやこういう時にね大きくならないと辛いっす。まあ、おしおし、あぶねえ。さっきの枚数は超えたいっすね。6000できればいきたい。よし。OK。どうだろう、これギリかな。ギリ6000いかない気がする。残念ながら大きくなってくれ。これはまあ頑張ろう。よし。まだ可能性はある。とりあえずもうワンフィーバーいけるかな。さあもう一回重ねなきゃいけない。6000はちょっと厳しいけど、っていう感じでね、5783枚ありがとうございます。まあこんな感じでちょっとね難しいんだけど、まあ基本的に重ねがけしてるだけなんで、スキル連打してるだけ、あとゲージ繰り越ししてるだけなんで、まあ思ってるよりかは楽だと思うんですけども、まあちょっとこれができそうであればガジェット勢の方はね、引くべきだと思います。ということでこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。
れ、くじけそうでも今日より」